こんにちは、株式会社パーソンズリンク代表の桑名正則です。今日もこの記事の音声をお聞きいただきましてありがとうございます。まあ音声の前に、オリンピックがね非常に盛り上がってますが、この前は羽生結弦選手が金メダルを取られまして、本当に演技見てると非常に美しくて、それに関して今朝 LINE のメッセージを書いたんですが、彼の演技見てると本当に神がかってるなっていう感じを感じました。で、神様って美しいものとか場所に宿るんですよね。美しい心もそうですし、何をもって美しい心かっていうと、それはまあいろいろあるんですけど、美しい心であったら美しい形、美しい姿勢、美しい声、美しい言葉、美しい場所、そういう場所に神様は宿ります。で、実際なんていうのかな、その道のプロっていうのは、例えば茶道にしても華道にしても武術にしても、その道のプロっていうのは無駄な動きをどん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 削っていって、で最終的に美しい見事な動きに変わっていって、その時、その神様って何かっていうと、その高いエネルギーなんですが、そのエネルギーがそこに入ってくるっていう感じなんですよね。で、入ってくるっていうと、歌舞伎とかの襲名披露の興行とかありますが、歌舞伎とかその名前を継ぐ職業というかものっていうのは、その名前を名乗ることでそのエネルギーを使える資格が得られるみたいな感じなんですよね。なので、例えば市川團十郎の名前を継ぐと、その市川團十郎のエネルギーがその人に宿る。で、なので、睨み、不動明王のあの睨みができるようになって、不動明王の力が宿るので、あの睨みをされることで、皆さんが浄化される。なので、あれされた後、すごくスッキリしたり、とかするっていう風になってるんですよね。あれは名前っていうところに宿るんですが、僕たちも姿勢を正すとかね、場所を美しくする、そういうことで自分自身の仕事のクオリティが上がったりするんですが、それも自分の仕事の神様が宿るっていう感じになってます。で、逆に汚い場所とか汚い言葉とか、そういったものには疫病神とか貧乏神が宿りますのでね、なので美しさっていうのは非常に重要だなっていうのを改めて感じました。服装もそうですし、見た目もそうですし、姿勢、言葉、場所、そういうのはすごく大事ですので、姿勢、特に姿勢ですよね。僕の今一緒にねお仕事させてもらったりしてるメンターのセミナーでは浄化とかやったりするんですが、神様の高いエネルギーで浄化したりするんですけれども、自分自身にもそのエネルギーを入れたりすることがあるんですね。ちなみに神様のエネルギーって一瞬しか入らないようになってるんです。神様がずっとエネルギーがずっと入ってる状態っていうのはありえなくて一瞬入って何かことをなす。なので、羽生結弦選手も演技の後は普通の羽生結弦君になりますし、全然違うものなんですよね。で、そういう高い高次元のエネルギーがねズドンって自分に入ってくると、ちゃんと入るとね邪気が抜けていくんです。で、邪気抜けていくとき、浄化されているときって何が起こるかっていうとね、男性はすごい滝のような汗が出てくるんですよね。で、姿勢が良くないと、そのエネルギーがあんまりちゃんと入らないんです。で、姿勢を正すと、途端に入って、すごい汗が出るっていうね、そういうことがあったりするので、やっぱ姿勢って大事なんだなっていうことをすごく感じます。ちなみに男性に神様のエネルギー入れるときに、
取る姿勢っていうのがお相撲さんの尊虚ですよね、四股みたいな、腰、足を開いて腰を落とす、姿勢です。で、横綱っていうのは相撲の神様が入った入る存在のことを横綱と言って、横綱の人に品格を求められるのはそういう言われが、そういうものだからなんです。なので土俵入りは神事で、四股を踏むことで邪気を払う。で、お相撲の前には塩をまくことでその場を浄化するっていう、もうあれ全部神事、興行というよりも神事なので、で、尊虚の姿勢で男性はエネルギーが入るっていう風になっています。その姿勢取るとですね、すごいエネルギー入るんですよね。なので美しいものに神様が宿る、皆さんもいろんなことされてると思いますが、その美しさっていうのはちょっと気をつけられると。僕なんかフェイスブックで汚い言葉使ってる人見ると僕の波動にも影響しますので、すぐフォロー外したりとか実はしてます。言葉、僕結構言葉に敏感な人間ですので、言葉を大事にっていうことを結構やってますね。美しさ、ぜひ意識されるといいかなと思います。で、今日の記事なんですが、実現したいことがあるならば実現している人とつながりましょう。で、そのためにお金を使いましょうっていうお話です。自分が、今の現状抜け出したいとか、自分が何かを実現したいっていう時、そんな時には、それを実現した人とつながるっていうことが本当にすごい大事なんです。で、その人とつながって、その人の考え方を聞く、その人の体験談を聞く、その人のやり方を聞く、それはですね、直接対話してすることで学ぶことって、まあ、直接質問もできますので、それらは本とかブログとかをどれだけ読むよりも有効だからなんですよね。いい意味でも悪い意味でも生きた情報が満載なんです。で、独立して何かをしたいようなさまざまな人のお話を、まあ、仕事柄お聞きするんですが、多くの人がですね、何かのスキルや知識を学ぶっていうことをされます。で、それは必要なんです。何か学ぶっていう専門性高めるっていうのもすごい大事なんですが、それと同時に、その実現した人とつながって直接話すっていうことも実はすごい大事で、そっちをすることをあんまりされないんですよね。なんなら、そこで一緒に学んだ人、共に学んだ人と一緒に何かコラボでしようとしたりとかするんですが、それではね、絶対うまくいかないんですよ。実現するためのツボとコツっていうのがあるんですが、それを知ってないし、スキルや知識があれば実現できると思ってるからなんです。そうじゃなくて、スキルや知識があればできると思うのはね、実はサラリーマンマインドなんですよね。資格があればうまくいくとか、実力があればうまくいくとか、それってもうサラリーマンマインドでもほとんどの人がそこに陥るんです。いい商品作ればとか、いいサービスを作れば、もちろんいい商品いいサービスっていうのは大事なんですけど、それとともに必要なことっていうのがあります。それが実現するためのツボとコツで、それは実現した人が知ってるので、その人とつながってそれを直接聞くことです。で、そこには教科書にはない、セミナーとかでも話さないような生きた情報がたくさんあります。そうやって就職活動される時に多くの人が業界研究っていうのをされたりしたこともあると思うんですが、それと同じです。実現したい先の研究をすることです。それはつまり実現している人と直接つながることで、いいことがあるんですけど、そことつながるとね、実現した人っていうのは実現した他の人ともつながってるんですよね、横のつながりで。なので、一人とつながると、そこから実現した人の世界、知り合いが一気に増えていくんです。だから自分が今の現状抜け出したいとか、自分が何か実現したいっていう時、そんな時にはそれを実現した、
現状抜け出した人とか何かを実現した人とつながるっていうことがとっても有効ですし大事なんです。っていう話をすると、今度はそういう人とつながるにはどうしたらいいんですかってよく聞かれます。で、すごい大事なことなんですけど、お金で人脈を買うっていう感覚を持っとくことです。っていうと、何でもお金なんですかとか、人とのつながりまでそんなお金って思われる人もいるとは思うんですけど、そうじゃないんですよね。実現した人とつながるには、その人たちがいる場所、その人たちがいる場所に行かないと会うことさえもできないんです。偶然誰かが紹介してくれたりとか、偶然そんな出会いが訪れるわけじゃないんですよね。それって、通学路の曲がり角で偶然転校生とぶつかることを期待したりとか、ある時君のような人を待っていた、君が救世主だと、誰かから選ばれることを期待するような中二病みたいなのと一緒なんです。で、それってありえないですから。で、もう一つよくあるのが、全然知らない人にメールして無理やり会ってくださいということです。それも無理です。僕もたまに会ってくださいとか教えてくださいとかメッセージ来るんですけど、正直なところ、あなた誰なんですかっていうことを思います。なので、それもできないというか、やってもしょうがないことなんですよね。で、実際、その人に答えてる、他の相談もいっぱい載ってるので、その人に答える暇もあんまないので。で、そうじゃなくて大事なポイントは、その人たちがいる場所に自分が行くことです。で、それは実は実現した人たちがしていることと同じ行動を取るということです。もう一回言いますね。実現した人たちがしていることと同じ行動を取るということです。これ何かというとですね、波動に応じて行動も違うんですよね。今の自分の現実の行動と実現している世界の人の行動って波動も違うので、行動も違うんです。なので、その人たちがしていることと同じ行動を取ると、その波動世界にシフトしやすくなるんです。なので、いいんですよね。で、そのためにお金を使うんです。で、そこをケチってしまう人は残念ながら絶対ではないんですが、なかなかうまくいかないんですよね。僕自身12、3年前にサラリーマンしてて、当時はもちろんサラリーマンの友人ばっかりでした。会社の同僚だけじゃなくて、遊び仲間とかももうほとんどサラリーマンでしたね。なんですが、僕は何か独立して何かをしたいなと思ってたので、経営者の知り合いを見つけようと思って、いろんなことを試行錯誤したんですが、なかなかやっぱつながらないというか。で、当時何かのセミナー行くとネットワークビジネスの人からお誘いあったりするんですが、まあ僕の波動がそういう波動だったからなんですが、その時に出会うネットワークの人の雰囲気が嫌だったので、その当時はそれお断りしてました。で、全然ご縁がなかったので、出会いたいような経営者どこにいるんだろうって、当時の僕がいろいろ考えました。で、その時出した結論が、経営者が参加しているような、素敵な経営者が参加しているようなセミナーに行こうということだったんですよね。で、これはあくまでも僕の場合ですから。僕は、経営者に会いたいのと、もう一つ、セミナーに関わることをやりたいと思ってたので、なので、その経営者が、素敵な経営者が参加しているようなセミナーの講師ともつながりたいなと思ったから、そういうのに出てみました。で、そう思った僕は実際にお金を払って、まあ安いくない金額ですが、そういうところに出かけていくと、本当にそういうつながりができていったんですね。で、一つ濃いつながりができると、そこからさらに、前述したように、先ほどお伝えしたように、そこからさらに、知り合いがどんどん増えていきました。で、丸11年前に独立した当初、スキルも知識も全然なかった僕なんですが、最初のステージですよね、アーリーステージ、企業の最初のステージをアーリーステージって言うんですが、最初のステージをなんとかクリアできたのは、そのつながりがあったからなんですよね。で、そういう経験もあったので、その後も素敵な人たちとつながるためにお金を使うってことはずっとしてきました。
してきたというか、そういうお金の使い方をしました。で、今もメンターと、今一緒にビジネスしてるメンターとつながってて、これまでの人生では逆立ちしてもう会えなかったような人たち、有名な人もいらっしゃいますが、そういう人たちとのご縁もいただいてるんですよね。で、そのメンターとのつながりもですね、実は普通の人では考えられないぐらいの大金が必要だったんですが、それを結果今つながって2年とちょっとですが、結果それを出してもお釣りが来るほど来る以上ですよねの成果も出てますし、これからもどんどん実力伸びていくなっていうのを感じているので、すごい安い投資だったなっていうのを今は思います。でもしあなたが今の現状を抜け出したいとか何か実現したいと思われるんであれば、それを実現している人とつながった方がいいです。その人と直接つながれることにお金を使って、その人から直接話を聞かれることです。ただその前にどうやったらつながれるかっていうのをたくさん考えて、たくさん実行してみてください。お金はそこはもうケチらない方が絶対です。でもちろん失敗もたくさんあるんですが、素敵な人と出会うとそれまでの自己投資は何倍ものリターンを返してくれますので、でそのチャンスがあるのにそこに投資しなければ本当はたくさん、気づいてないですけどたくさんの損失に、なってたりするんですよね。なのでそういう部分に、人との出会いの部分にはお金を惜しまない方がいいかなっていうのはもう僕の実体験で感じてますので、そういう部分の自己投資をして実現している人とつながって直接話をする、直接関わるっていうことをしてみてください。そうすると自分一人では何かをするっていうよりもかなり早い時間、最短の時間で実現したり今の現状を抜け出したりすることができるようになっていきますので、はい、今日の記事はですね、実現したいことがあるなら実現している人とつながりましょう、そのためにお金を使いましょうというお話でした。参考になればと思います。それでは失礼いたします。お聞きいただきどうもありがとうございました。